上杉憲章上杉家系図上杉憲章11月26日昭和28年1月2日は日本の家族伯爵米沢上杉家15代当主最後の米沢藩主上杉持則の長男として生まれた明治15年7月沖縄県令であった父持則に従い沖縄県に転居する明治16年5月父持則と共に 東京に戻る。同年、学習院初等学科に入学する。明治27年、学習院中等学科に入学する。早稲田大学に入学し、東京外国語学校に転学する。明治37年から明治40年まで、イギリスケンブリッジ大学に留学した。帰国後、区内省御用係かりとなる。高津笠広志通りの長女、久子と結婚したが、 大正7年12月17日に創生したため、近藤連平の三女、高子と再婚した。大正8年、家督を相続した。長男の定則は、大正8年11月6日に8歳で、次男の試験は大正4年6月27日に、生後9ヶ月で創生したため、三男の高則が後を継ぎ、米沢上杉家の当主となった。伊のは、の実で、 アザブカミスギ家当主、上杉勝則の養子師となり、勝明と改名した。宇宙工学者の上杉国則は、検証の着損にあたる。ありがとうございます。